数字をつけるとしたら、君はどれぐらいの価値を表すの？今なら前より考えるんだろう。時の流れに乗って僕たちは多くの言葉を知りながら、伝え方や人の顔も気にするようになっていったんだ。素直になれず人を僻んだり、屁理屈だけで意味をごまかしたり、それでもいいと君が言ってくれたり、できることならいっそ僕は僕であり続けたい。この時代に生まれてきた僕たちの表現の自由って果たしてなんだろう。無意識に基準は自分だ。僕たちは価値観で進んで、認められる、けなされる、それぞれに甘えたり人のせいにしたり、それこそが自由だからだろう。居心地のいい場所を探して、何もしないで